おはようございます。7月の6日火曜日です。今の気温と風速です。25度、風速が0ですね。今日の苗の状況をちょっと見てみましょうかね。ちょっと草が長くなりすぎまして分かりにくいと思うんですが、この部分、ここが、進入路といいます。進入路っていうのが、コンバインとかトラクターとか田んぼに入れる機械の出入り口ですね。ここは、傾斜がついて田んぼに入りやすくなってます。はい、苗の生育状態を見ていきたいと思います。今日はスケールを持ってきました。約40センチ、ここまで伸びてくれました。はい、今日は水抜きトンネル、この中をちょっと見ようかと思います。中はこんな感じですね。鍵がかかってて、これ以上奥にはいけないんですけども、常にこのぐらいの水がちょっと持ってあります。このぐらいの水が抜けています。すごく涼しいと言いますか、寒いぐらいですかね。ちょうどこの入り口のところに温度計がついています。14度ほどでしょうかね。今日は水抜きトンネルの中を、紹介しました。はい、キッド、おはよう。はい、おはよう。はい、おはよう、おはよう。結構危険だね。